はい、皆さんこんにちは。ひろしの時事ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、衝撃的なニュースが飛び込んできまして、あの、沖縄の、あの、首里城、皆さん行ったことありますかね僕あるんですけど、沖縄の、あの、首里城の正殿と北電南電が全勝沖縄っていうニュースが入ってきて、 いや、もうびっくりしちゃって、えー、と思って、本当に燃えてるんですよ。ニュースを見ると。いや、あの、何が起こったのかなと思って。本当に首里城ってね、あの、すごい、あ、沖縄に行ったら必ず皆さん行きますよね。うん。で、なんか、とんでもない衝撃的なニュースあったので、ちょっとね、放送させていただくことにしました。あの、まずですね、このニュースの全部を読んでからですね、自分のちょっと意見を述べさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 はい、えー。10月31日未明、沖縄県の首里城で火事があり、静電などが全焼。えー、午前4時現在も延焼中、えー。那覇警察署などによると、31日午前2時40分頃夜中だね、えー。首里城を警備している会社から消防に通報があったという。 えー、消防車14台が出勤しているが、首里城の西殿、北殿、南殿が全焼し、午前1時現在も延焼中。火は西殿の近くの門にも広がっているが、怪我人の情報はないという、えー。首里城では27日からイベントが行われていて、30日の夜はその準備がおわ、お、えー、行われていたが、えー、何時まで人がいたなのかは分かっていない、えー。首里城は琉球王国の王の住まい、県行政機関の本部だったが、 聖青年は1945年の沖縄戦、えー、アメリカ軍の攻撃で消失し、現在の青年は1992年に復元された木造の建、えー、建物ということです。いや、すごかったね。あの、なんか焼け落ちていくシーンとかさ。 映像とかさ、もうあの、映画みたいだったね。うん。未明までね、祭事の準備をしていたから、その時になんか弾でも撮ってたのかなでも秋だって暖かいから、ねえ、あの、やっぱりそういう燃えちゃうこともあるんだね。ちょっと悲しいよね。なんかあの、インタビューでさ、なんかあの、何年もかけて、漆塗ったのにって、がっくりしてた職人のおじさんがなんかインタビュー受けてたけど、かわいそうだったね。うん。 まあ、貴重な文化遺産がね、こういうふうに、なんか燃えてなくなってしまうっていうのは本当に残念なことだと思います。これさ、まあちょっとあのー、今言うのも何なん,なんですけど、これ燃えちゃったら世界遺産から外れるんですかね。首里城世界遺産だと思うんですけど、うん。で、なんか、平成に建て直したばっかりなのにね、1990、んちょっと待って、これ書いてあったよね。えー、っと、ここえー、現在の正殿は1992 19年に、 復元された木造の建物ってここに書いてあるよね。見えますかねうん。ここね。ということは、これ平成にね、建て直されたから、まあ、30年ぶりにもう一回やんなきゃいけないのかな、うん、でもなんでこんな燃えるほどになったのかね何があったのかなだから事故か放火なのかを、やっぱ今後、やっぱ捜査がなされると思うんですけど、すごい気になりますよね。うん。で、やっぱり、あのー、しっかりね、ここは建て直さないと、なんかそういう、 職人さんと、こういう技術、その技術が、やっぱ継承されていかないと思うんですよ。だからもう、バッチリ、もう、いい機会だから、つっちゃあ、ちょっとね、あのー、不適当な言葉かもしれないけど、もうあのー、逆にね、落ち込んでばかりじゃなくて、これをね、やっぱり、次にね、テクニック、技術を伝えていくチャンスだ、ちょっと前向きな気持ちで、ね、前に進んでってほしいですよね。うん。いやー、こういうなんか、かけがえのないものはね、 なんか、ちょっとすごい残念ですよね。胸が痛いですよね。うん。早く原因をね、特定してほしいですよね。まあ、あの、原因究明してね、今回、次復元するときは、やっぱ防火対策防火とかにそういうのに気を使ってほしいですよね。なんか、今回もね、火災放置機とか通報する機能ってなかったんですかね。あ、あったけども、もう、あっという間も、燃え広がっちゃったとかなのかなうん。わかんないね。なんかね、テレビでね、テレビで電気系統の負荷が原因、 って書いた、なんか言ってたんですよ。なんかこう、まあ、電気とか使うじゃないですか。暖房とかね。電気つけたりとか。あれの負荷があって原因って言ってたんだけど、なんか数年前に大改修してたような記憶があるんですけどね。あの処理場って。うん。まあでもね、木造建築の防火対策って難しいですよ。しかもやっぱり昔ながらの建物なんでね。うん。まあ、なんだろうな <laughs>。ブラタモリがね、こう、熊本城についてさ。 なんつうんだろう。首里城の貴重な映像記録になっちゃったね。うん。ブラタモリ俺好きでよく見てんだけど、あの、この前首里城行ってたからさ、ああいうのもね、貴重な記録になっていくんだろうね。うん。まあ本当に残念だけども、あのね、ちょっと、まあ次、また、修復、ね、修復というか、復元というか、 もう一度やっぱり頑張っていくしかないですよね。沖縄の宝ですから、うーん。まあ、木造なんで永遠に持つということはない。毎回毎回回収したり、復元したりっていうのはもう昔からやってきたことだと思うんで、まあね、あの、技術やそういうね、職人さんのそういう技術が途絶える前にですね、あの、また、もう一回ここで、ちょっとあの、立ち上がって、ね。 あの、次にね、あの、新しい処理場をちょっと作ってほしいですよね。簡単ではないと思いますけどね。こんな僕簡単にペラペラ喋っちゃってるけど、本当大変だと思うけども、ここで絶望しないで、ね、あの、沖縄、沖縄の宝ですから、日本の宝ですから、ね、あの、ちょっと次にね、あの、前向きに進んでってもらいたいなと思います。はい。えー、っと、ということでね、 あの、あの、今日のニュースはこのぐらいにしておきます。えっ、ー、と、またね、これなんで原因でこうなっちゃったのかとか、あの、いろいろと分かってきましたらですね、ちょっと第2弾のニュースとかをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、もしですね、チャンネル登録とかしていただけると大変励みになりますので、えー、もしよかったらご検討ください。あの、この件に関してコメントとかも大歓迎なんで、どんどん書いていただければ、あの、批判でも何でも構いませんので、よろしくお願いします。では、今日はこのぐらいで失礼いたします。